ドクター D のグローバル整形塾。今回のテーマは、当選すれば3つのはず。アメリカ副大統領候補カマラ・ハリスさんです。アメリカでは2020年の11月に大統領選挙があります。世界のリーダーを決めると言われる極めて重要な選挙です。この選挙で現職のドナルド・トランプ大統領が勝つのか、オバマ政権の副大統領であったジョー・バイデンさんが勝つのか、世界中が注目しています。アメリカの大統領選挙では、大統領候補と副大統領候補がペアになって選挙戦を戦います。例えば2008年はオバマさんとバイデンさん、2016年はトランプさんとペンスさん。多様な人種、宗教、思想、経済状況が入り混じるアメリカでは、このペアを上手に作ることでより多くの有権者の支持を得ようとします。例えば2008年の大統領選挙でオバマさんは若き黒人の変革者と見られていたので、白人のベテランであるバイデンさんを副大統領候補に選びました。あるいは2016年の大統領選挙でトランプさんは政治の素人で伝統的な共和党員ではないと見られていたので、保守派のベテランであるペンスさんを副大統領候補に選びました。そして今回の大統領選挙、ジョー・バイデンさんは2020年8月11日にカマラ・ハリス上院議員を副大統領候補に選びました。77歳で白人男性のベテランであるバイデンさんと、55歳の非白人女性であるハリスさんは支持を広げる効果が期待されます。もしバイデンさんが勝利し、ハリスさんが副大統領に就任したら、3つのはずが実現することになります。ハリスさんのこれまでの歩みを振り返りながら、3つのはずを見ていきましょう。カマラ・デヴィ・ハリスさんは1964年にカリフォルニア州のオークランドで誕生しました。オークランドはサンフランシスコやシリコンバレーとも近く、全米でも最も人種的に多様な都市の一つです。人種の構成は白人がたったの 28% です。ハリスさんのご両親はジャマイカ出身の黒人のドナルド・ハリスさんと、インドのチェンナイ出身のシャーマラ・ゴーパーランさんです。父親のドナルド・ハリスさんは1961年にアメリカに移住し、経済学者として名門スタンフォード大学の教授を務めた人物です。母親のシャーマラ・ゴーパーランさんは1959年にアメリカに移住し、名門カリフォルニア大学バークレー校で博士号を取得し、著名な乳がんの研究者になった方です。つまりご両親ともに移民としてアメリカに渡り、努力の末に学者として成功したアメリカンドリームを体現する方です。さらに娘のカマラ・ハリスさんが副大統領に就任したら、まさに映画のようなアメリカンドリームとなります。そしてカマラさんが副大統領に就任したら、女性、黒人系、インド系の3つの初となります。ハリスさん自身はオークランド、バークレー、そしてカナダのモントリオールで育った後、1981年にワシントン DC のハワード大学に入学します。ハワード大学の卒業後はカリフォルニア大学ヘイスティングスロースクールで学び、1989年に法学博士号を取得。1990年から2003年までカリフォルニア州で検察官として勤めます。2003年にはカリフォルニア州サンフランシスコの地方検事選挙で勝利し、2011年まで勤めます。この間、自らの任期中に死刑を求刑しなかったり、初犯者の新たな更生プログラムを導入したり、不登校の責任を親に問う方針を決めたりと改革を進めました。2010年にはカリフォルニア州司法長官の選挙に出馬、初の女性、初の黒人系、初のインド系として勝利します。カリフォルニア州司法長官として6年間務めた後、2016年のカリフォルニア州の上院議員選挙に出馬、 61.6% の得票で当選します。上院議員としてトランプ大統領から移民を守る姿勢を明確にしたり、カリフォルニア州の大麻合法化法案を共同提案します。独自の主張をすることを恐れない政治家です。2019年1月には次期大統領選挙に出馬する意向表明。民主党の指名をめぐってバイデンさんやサンダースさんなどの重鎮を相手に善戦しますが、12月には資金不足を理由に撤退します。そして2020年8月、
バイデンさんが民主党の大統領候補に内定すると、ハリスさんは副大統領候補に指名されました。今回の振り返りです。アメリカは今さまざまな課題を抱え、社会の分断は深刻になっています。アメリカンドリームを体現する移民の両親のもとに生まれたハリスさん。今回の大統領選挙でバイデンさんが勝ち、ハリスさんが副大統領になれば、その次である2024年の民主党の大統領候補になる可能性は高いです。初の女性、初の黒人系、初のインド系の3つの初のハリス副大統領の誕生は、初の女性、初のインド系のハリス大統領への道につながります。アメリカがこのまま分断へと進むのか、多様性を力に変えてきた姿に戻り、数々の分断を修復できるのか、これから数十年のアメリカと世界の未来を大きく左右する選挙になります。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。